平成29年3月12日、今月22日に阿蘇神社で行われる御瀬迎え神事の火振りで使われる茅束ね作りが行われました。茅束ね作りを行ったのは、火振り神事体験交流実行委員会で、この日は神社関係者や実行委員会のメンバー、そして一宮中学校の1、2年生の22人を合わせたおよそ50人で作業を行いました。中学生たちはまず、かやの束ね方、束ねたかやの結び方について教えてもらい、そしてお年寄りなどに手ほどきを受けながら、背丈ほどのかやを長さ40センチ前後に折り曲げ、4メートルほどの長さの紐で結んでいました。作ったかや束ねは、阿蘇神社で行われる御瀬迎え神事で、姫神様が神社に到着される際、氏子や観光客たちが茅束ねに火をつけて頭の上で振り回すものです。昨年までは阿蘇神社参道一帯で火振りは行われていましたが、昨年4月に起きた熊本地震で楼門が倒壊したために火振りの場所を縮小して行うとあって、今年は例年より少ないおよそ1200個の茅束ねを2日間かけて作りました。阿蘇神社の今年の火振りは3月22日の夕方から行われることになっています。